東京都は先ほど新型コロナウイルスの感染者が新たに342人確認されたと発表しました。先週の月曜日から25人増えて16日連続で前の週を上回りました。直近7日間の平均は 585.6 人で増加傾向が続いています。重症者は57人です。